裁くルールなんかないのに、常識だ格式だはみ出せばタッチアウトだとがんじがらめの毎日だから、お手本通り言う通りお利口なふりをして、空気読んで言葉飲んだ自分じゃない自分がうずき出してきたんなら、前へ前へ数センチメートルずつでいいから耐えて、前へついさっき派手に転んだばっかで笑われてるし、あちこち痛むけどそれぐらいが上等だろう、また立ち上がろう、あの空より青く太陽より眩しい、あのタイムマシンに乗っちまえば、適当に時間を潰したまま人生終わらせちまえるらしい。最後に心から泣いたのはいつ頃だったっけ、最後に君と心から笑い合えたのはいつ頃だったっけ、破れかけて元の形がわかんなくなるほどかけて擦れて、少し前の僕だったここらで諦めてたな、適当に逃れ、まあこれで十分だろう、自分らしいやと無様を晒しても間違えてばかりでも負けるわけにはいかない、勝ち続けなきゃいけない、やめちまえばいい、諦めろと自分にその手をかざしてもまだ届かなくても、奇跡を待ちはしないよ、それを起こしに行くんだろう、流れ落ちた汗に日が差すその時、立ち上がることの意味を知るために人は転んだり涙したりするんだろう、それぐらいが上等だろう、また立ち上がろう。